こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、ハッスンの名古屋帯についてお伝えをしたいと思います。ハッスンの名古屋帯は格は低いのにどうしてお値段が高いの、この問題についてお伝えをしたいと思います。まず最初にハッスン名古屋帯とはどういうものかということをお伝えして、ハッスンと九スンの違いをお伝えして、ハッスンの帯をたくさんご覧いただきます。でその後でなぜハッスンの帯が高いものが多いのかということをお伝えをしたいと思います。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。さてハッスンの帯ですね、何本かご紹介してみましょう。これハッスンなんですね。この幅がハッスンなんですね。これもハッスンの帯です。これもハッスンの帯ですね。これもハッスンの帯ですね。見ていただきますとわかるように、これは結構しっかりした張りのある厚手の地風ですよね。これもハッスンなんですが、糊がついているのかパリッとした張りがあるハッスンの帯になりますね。これは一重の帯になるんですね。それからこれもハッスンの帯です。これは柄が入っていますけれども、これもハッスンですね。これもハッスンになります。ハッスンの帯の特徴というのは、厚い生地、太い糸を使ったざっくりした風合いとか張りのある地風の生地のものに中に芯を入れません。中に芯を入れないので、こんな張りのあるものを1枚だけを前を半分に折って締めますし、1枚だけがこのようにしてお太鼓になるんですね。これがハッスンの帯なんです。これを九寸と比べてみるとその違いが分かりやすいので、九寸もご覧ください。例えばこれが九寸なんですね。九寸です、ハッスンです。長さが違いますよね。長さが1寸分違うので3センチ程度ハッスンの方が短いんですね。幅が狭いです。じゃあ九寸は なぜ長いかと言いますと、ハッスンよりも長いこの分を中に折り込んで、そして中に芯を入れて、それを挟んで仕立てるんですね。挟んで仕立てます。でその仕立て上がったものを折って締めます。これ私の帯は九寸なんですけども、中に芯が入っていますね。ですからこのように柔らかい生地でも九寸の場合はいいんです。いいんですね。で柔らかい生地になりますと染め物もできますよね。これ見てください、かわいいワニさんの染め帯、かわいいですね。これお太鼓ですし、っていう風に染めることができます。生地が薄いもの、逆に生地が厚いこういう生地っていうのは染めることはできないですよね。この上から染めたら、染めの作業の時に洗ったりするので、それこういう生地は耐えられないので、薄い生地で行います。この生地はさっきご覧いただいたワニさんの生地よりはもう少ししっかりした紡ぎ地の生地なんですけど、これも九寸ですから、こんなバラの絞りの帯もできますよ。これを仕立てる時は中に芯を入れて裏をつけて仕立てます。ということはですね、3枚で重なったものをお太鼓として身につけたり、はい、中に芯を入れたものを折って、それをまた折ってこういう風に帯にします。ということは九寸と八寸ってかなり違うっていうことがお分かりですか。九寸は生地が柔らかい、染めが自由にできますね。そして中に芯が入ります。3枚重ねるんです。ところが八寸は中に芯が入りません。芯が入らなくて裏もつきませんので、かがるだけ、この広げたままの状態ではなくて、お太鼓のところは折り返して2枚になるんですね。2枚に厚くなります。でそれを中に芯を入れないで端っこを縫うだけ、これかがりって言うんですけども、その状態で使うんですね。ですからもともとざっくりしたしっかりした生地ですけれども、このように張りがある状態で使うんです。そして九寸と八寸では格が違う。この八寸の方が格が低い、九寸の方が一つ格が高い、というふうに格の違いが一段区違います。
どちらもシャレものですけども、これはラフに使っていただけますし、これはラフにも使えるんですけれども、おしゃれにも使えるというふうに、柄の汎用性、いろんな柄が描けるという楽しさがあります。もちろん九寸も染め物だけではなくて織りの帯もあるんですね。私のこれは織りですね。織りで柄を表現している九寸なので、こういうものもありますというふうに、八寸と九寸は幅が違う、それから素材が違う、角が違う、それから裏がついているかついていないか、何枚になっているか。九寸は3枚重ねです。八寸はお太鼓は2枚になりますけれども、前の部分は1枚だけですね、というふうに重ねる枚数が違ってまいります。博多の帯などは八寸の帯が多いんですね。どのように八寸や九寸が使われるかと言いますと、八寸の帯は着物初心者の方が大好きです。なぜかっていうと、締めやすいんですね。とても締めやすいです。それから普段使いとか、旅行に行くときに締める帯とかっていう風に、動く方、それから紡ぎの愛好家の方には八寸の帯の愛好家の方が多いんですね。なぜかと言いますと、この八寸の帯は糸が太くてざっくりしてますし、織りの帯であることがほとんどです。織りの帯ってわかりますか？これは織りです、これは染めです、これは織りです、これは染めです、これも八寸ですね、これ九寸です。ずいぶん違いますよね。これは染めた、これは織ったというものですね。こちらは八寸、こちらは九寸の帯です。機能性から考えた時にですね、この八寸の帯は織りの帯なので締めやすいんですね。なぜ締めやすいかっていうと、生地が薄かったりツルツルしていなくて、糸が太くてざっくりしているので、締めた時に滑らない、動きにくい、しっかりと体に馴染んでくれるので頼りになるです。ですから機能性を求める方には、こういう織りの帯っていうのは大変好評で使いやすいんです。そして着物初心者の方も締めやすいわと思われるはずなんですね。はい。ところがですね、この八寸の帯が大好きよ、もっといいのないのかしらって思った時に、なんか高いのが多いわねっていうことに行き着く方が結構いらっしゃるんですね。どうしてそうなるんでしょうか。八寸の帯の一番シンプルな帯というのはこういうものなんですね。これは無地ではなくて、一本の糸がこうムラになっていて、その糸を織っている、つまり無地の帯なんですね。無地の八寸の帯です。この帯は無地ですし、おしゃれな色ですから、とても使いがいがありますよ。一本持っていると大活躍しますよと思われる方が結構いらっしゃると思います。確かにそうなんですね。ですがこうなりますと、ここではもう個性の問題になってきて、無地が似合う方、柄が少ない方はこういう無地のシンプルなスッとしたものはいいんです。ところが、私は柄がたくさんないとダメだわ、柄が欲しいわ、こんな柄があればいいんだけど、これ九寸だから織りでないかしら、あ、この帯柄がたくさん入ってるわね、こんなのが欲しいって思われる方結構多いと思うんですね。ところがこういう帯はとってもお高いんです。なぜお高いかということになるんですが、こういう織りの帯というのは縦糸と横糸で柄を出しています。白生地に後から好きなように絵を描くのではなくて、これだけの柄を出そうとすると、もう糸を作る段階で、この糸のここは茶色で、ここは赤っていう風に糸を設計して、染めて、緻密な設計をして作っていかなくちゃいけないんですね。この糸作りが大変です。そしてそれを手織りする必要があるんですね。こういうのって機械でなかなか作れないんですよね。で、大量生産もしておりませんので、手織りになります。これってかすりですし、それから色数も多いですし、この柄の複雑さとかがあるので、かなり高度な職人さんで、そして値段高くなってしまうんですね。これだっ
って素晴らしい絞りよ。これだって難しいわよ。確かにそうなんです。これも素晴らしい絞りです。でも染めることと織ることを比べた時に、織物の自由度というのはとても少ないんですね。織物は無地だったら割と楽です。縞とか縦縞とか横縞だったらその次に楽です。少し変化球をつけて格子状にしたら、ああちょっと難しくなりましたね。でも同じ色ならなんとかできるかもしれない。色を一色増やすだけならなんとかできるかもしれない。でもこんな風に曲がっていたりかすれていたり、ものすごく複雑なものを織りで出そうとするとめちゃくちゃ大変なんですね。染め物でこれを描いたらもっとずっと楽にできると思います。でも織物はとっても大変ですから、ハッスンの帯のその柄が多いとか色が多いとか複雑であるものってものすごく高額になるんですね。機能性を求める方がやっぱりハッスンの帯って楽ね、いいわね、でもなかなかいいのないわよね、なんかこう柄があるのないかしら、花柄ないかしら、そしたらいいんだけどって思われる方は多分いっぱいいらっしゃいます。でもそれはほとんどの場合手織りです。手織りじゃないものってとても少ないので手織りです。そして柄が多い、色が多い、柄が複雑になるほどお値段どん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 上がりますので、格が低いハッスンなのにこのお値段っていうことになってしまうんですね。これは織物の世界の高級っていうことになります。それが格が低いとかいうこととは全く別なんですね。織物の世界では例えば結城紬とか高級な黄八丈も紬ですから格は低いんです。100万しても200万しても300万しても格は低いんです。で、それらに合わせる帯というのもこんなものになるんですね。こんなものっていうのはハッスンの帯でこだわった織の帯です。で、そういうものの方が高級な織物の着物にはよく合います。でも格が高い袋帯の方が合うんじゃない、袋帯がいいわよねって思われる方がいるかもしれませんが、洒落物で袋帯にする必要性ってあんまりないですね。格を上げるっていうのはフォーマルの方に近づいていくということになるんですね。もし格を上げるんでしたら結城紬に織の帯ではなくて染め帯をなさったらいいんですね。 TPO っていうのがありますから、結城紬を着てちょっと格を上げたかったら染め帯をなさってください。でも私はこだわりの紬を着ているのよ、いいでしょうこの紬って言いたかったら織の帯の良いものを締めてください。例えばこれはハッスンなんですけど、昔はこういう良い織物、上等な織物の袋帯っていうのも作られてはいたんですね。今はほとんどないかもしれません。これが袋帯になったらどうなるかっていうと、丁寧さは出るんですね。丁寧さは出ます。でもそんなにその必要性ってあるかしら、それ以上にお値段ぐっと上がるわよっていうことになりますので、お気をつけくださいませ。お気をつけくださいっていうのは、織物の良さとそれから難しさとその贅沢さをしっかり分かっていただきたいということですね。ハッスンの帯は格が低いだけど侮ることはできませんよ。そこには織の帯の最高の技術が込められているんです。はい、これを知っていただくと織物が楽しくなりますし、普段使いで着物を着られるとか洒落物で紬を着られる方たちがハッスンの帯の楽しさを一層知っていただけるといいと思います。ハッスンの帯本当に締めやすいんですよね。もう本当にそればっかりしていたいぐらいです。それぐらい機能性が高いので、ハッスンの帯の中でもっとおしゃれなもの、もっと楽しいものがないかしら。でもこんなにお値段しちゃうの?っていう秘密を今日はお伝えをしました。皆様のご参考になれば嬉しいです。ご質問などございましたらコメント欄からお寄せください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。